おう、帰ったか。あ、曇りになってる。なあ、時間あるか？お前に聞きたいことあんだよ。ちょっと話聞かせてくれ。よかった。待って、その前にテレビとか見ていい？調査の続く脱線事故ですが、昨今この事故と非常によく似た事故事件が見受けられます。いずれも事故を起こした当事者には一切の前兆が見られず、この類似性について警察からは公式な声明はないものの、なあなあ、変な事故が多いのか。こっちの世界物騒だな。関係あるんかね、その心の世界と。なあ、今日の夜は暇だろ。ちょっとじゃない、少し俺と話さねえか。何、ちょっとした世間話だ。いいよいいよ、宗次郎と関係を深められるいい機会かもしれない。話を聞きましょう。いろいろ聞いておきたいってことがあんだよ。今片付けっから待ってろ。うん。学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。あ、これあれだ、何、好感度上がるやつしてない。ダメかな。それならいい。保護士ってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。ただでさえめんどくせんだから、変なこと書かせんなよ。いいか、社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえように、こっちで目をつぶしてやってんだよ。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。私の電話相手が気になる。分かってるって、いつものやつだろ。それじゃ後でな。優しそうなんだよね。ああ、見ての通りだよ。仕事にプライベートにお忙しってやつだ。どっちがプライベート？お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。ねえねえねえ、バイト？え、手伝うよ。ほのせるじゃないの。何やってるの？ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな、コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。悪くないだろ。いいと思う。面白そうだ。よし、それじゃあ取引成立ってやつだな。宗次郎との距離が少し縮まるのを感じる。え、何すんの？久しぶりに来た。何を教わったんだろう。怪盗団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら。え？そうなの？え？あの喫茶店のマスター、協力者だったんじゃないの？っていうか、その保護観察とか言ってるんだったら、そういう書類見ればわかりそうなものなのに、そういうのがなくなっちゃってるっていうこと？ここは不思議だな。我は何時？何時は我？来ちゃったな。何時？何だろう？ここに新たなるちぎりを得たい。え、不思議だね。ちぎりはすなわち、こんなに協力的になるの？我、ほう、のペルソナの生誕に祝福の風を得たい。かっこいいじゃん。自由へと至るさらなる力とならん。おお。はい。よし。はい、アルカナバーストで経験値もらえ、あ、マジ、へえ、そういうのか。じゃ、手伝うって件よろしくな。今日じゃないの、分かった。お、頼んだぜ。皿とか洗ってんのかな。じゃあ、あとは頼むぞ。お前が思ったより話せるやつで助かったよ。エプロンも超似合ってる。このまま問題起こさずにおとなしくしてろよ。頼むぜ。でも怪盗団手伝ってくれる。どうなるんだろう。世話になってる恩は返す。おお、いいね。なんか企んでんのか。首相すぎて気持ち悪いな。
ま、分かってんならいいんけどよ。戸締まりしっかりやっといてくれや。あと店の門にはむやみに触るな。居候としての部をわきまえろよ。じゃあな。また明日な。いいね、なんかすごい近くなった感じあるわ。はい、4月21から22フライデー。なあ、セントラル街のジゴロってゲーセン行ったことある？あったね、ジゴロ。あ、コンビニ脇のゲーセンか。つかゲーセンは高速違反だろ。それにヤンキーがいるって噂もあるし。あ、ダメなんだ。なんだよ、遊びたいゲームでもあるのか。違うよ、店内で眠気に効く海外製のジュースを売ってるって噂があって。大丈夫かそれ。最近成績が落ちてるから。でもヤンキーは怖いし。ふむふむ、海外製ってだけで効果ありそうだよな。独特の味わいがそうは思わせるのかな。それにしてもヤンキーか。ま、シャドウに比べりゃ大したことね。でも現実でやったらアウトなんだよな、いろいろ。なるほどな。ゲーセンはなんか入れたけどできそうになかったもんな。購買部の焼きそばパンっていつ行っても売り切れてね。一回も買えたことねえんだけど。焼きそばパンください。あれ、知らねえの。売り切れって月曜とかの話だろ。金曜とか意外に売れ残ってるぜ。マジかよ。じゃあ今日こそ焼きそばパンをゲットだな。じゃあ今日は焼きそばパンにしよう。今の話もそうだけど、季節限定とか世の中いろいろあるよな。あー、私は期間限定あんまり手に出さない感じですね。レギュラー、自分が好きなものを買うタイプですね。がしかし、私はリアルは興味ないだけど気にはなるにしておこう。そうだな、ちょっと買いに行ってみるか。オルガナってめちゃくちゃ話がわかる人だよね。猫だけど。放課後。あ、珍しくいる。マジでか、きっちり償わせなきゃ。うん、まだ決めてない。はい。よく俺の視界に入ってこれるな、マミヤ。いや、今普通に購買部に行こうかなって思ってただけなんだけど。退学を待つだけの分際で何か企んでるのか。おい、何のことだ。ふん、考えすぎか。まあ今さら猫かぶったところで許されると思うなよ。退学になれば今度こそ行き場はないぞ。地べたを這いつくばって生きるがいい。犯罪者のにはお似合いだ。我に逆らうとどうなるか教えてやる。ぜいぜい後悔するんだな。すごいな、元気だな。お、相談をって飛び降り事件のせいか。そんなの役に立たないよね。練習きつかっただけじゃね。ただの甘えだろ。前探索した時に合わなかっただけかな。いらっしゃいませ。今日は焼きそばパンが売られてるらしい。え、これ確かにすごいかもしれん。なん、え、1個しか買えないの。あ、1個しか買えんのか。なるほどね、それはそうだ。それはそう。空腹状態ってどういうこと。状態異常のことなのかな。はい、ということで金曜日は焼きそばパンがあるとのことなので買っておきます。どうしようかな、今日のね行動ね。ユージとタケミは私は多分終わってるんだよね。で、今日曇りなんだよね。曇りがその勉強がはかどるんかどうかわかんないんだよね。もう予告状出しちゃおうかな。なんかあんまり引き伸ばしすぎるのもなって思ったりはする。あ、何？コープ相手の居場所、地下コースと詳細な街情報を確認でき、街にいるコープの相手が表示されます。誘いがない場合でも時折確認してみましょう。町情報アップ、アップって書いてある。あ、確かにタケミ新しく来たってことなんかな。へえ、じゃあちょっと見てみようか。診療所ってこと。これ見れるっていうこと。春眠暁覚えずか。うわー眠い。私も4月めっちゃ眠い。カフェイン摂取しないと。そういえばあの薬を飲むとまた倒れるかもしれない。あの薬を飲むには度胸が男らしいぐらいは必要な気がする。
治験を申し出るのはやめておこう。治験か、命がけなんだろう。それなりに度胸が必要そうだな。普段の生活の中で度胸を磨く方法なんかあるんじゃないか。お前、学校での評判を考えたら、図書室で勉強したら度胸がつきそうだよな。ま、意識していろいろやってみようぜ。それで、今日は何の用？診察室にどうぞ。じゃあ、何が欲しいの？どれ？タケミナイエール。余計な気がしないよ。使えるデータにならなくなるし。お大事に。はい。じゃあ、そのあれをあげなきゃいけないってことね。どこに見えるんだっけ？ステータスじゃないかな。これだ、人間パラメーター。度胸がいる。度胸を上げなきゃいけなくって、図書室で勉強したらタケミのやつ見れるかな。なるほど。まあでも予告状出しちゃおっか。予告状をいつ出すの？お宝の場所の特定もできたし早い方がいいと思う。準備できたらもう集まらない？集まるか。オッケー、アジトに向かうね。はい、自分の全員集まったな。あとは予告状を出すだけだ。どうする？出すか。出そう。その言葉待ってたぜ。うん、いよいよ明日だな。明日の朝予告して、その日のうちにやるんだよね。明日土曜日か。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。うん。予告状は誰が用意する？何書くの？ちょっとモルガナ見本書いてみてよ。俺に任してくれ。マジで任していいんですか？みんなで考えない？なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？みんなで考えよ。普通に同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよ。なあ、いいだろ。いや、いいけどね。任せた。やりたいなら。おう、任された。ちょっと、本当に大丈夫？正体バレたりしたら、これまでの苦労が。わかってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら、準備を怠んなよ。うん。はい、夜になりました。さてと、泣いても笑っても明日が勝負だ。準備は万全にしとけよ。スマホが鳴ってる。予告状に書きたいこと多すぎてまとまんねえわ。簡潔にして、3行以内で。ちょっと本当に大丈夫なの？まあ任せとけって。ちゃんとマークも考えてやる。マーク？明日のお楽しみだ。なんか不安。それよりお前らちゃんと休んどけよ。明日が勝負だ。失敗したらアウトだからな。頼りにしてるよ。うん、任せといて。大人は信用できねえ。だから俺らだけでやるんだ。絶対に成功させて、あっと言わせようぜ。うん、あっとね。いつもと様子が違うな。お前、そんな険しい顔してたか。おお、気合入ってんだね。人生はうまくいかねえことばかりだ。そんな肩に力が入ってたら失敗すんぞ。わーい。テレビ、各地のお花見状況につきまして、次は最近増加している詐欺の話題です。いわゆる振り込め詐欺について、都内での発生が急増。若者が巻き込まれるケースも多く、警察は注意を呼びかけています。なあなあ、若者が詐欺の被害だってさ、お前も気をつけろよ。手伝いをするか。カレー鍋。なあなあ、冷蔵庫見れる。見れてたっけ。うん、明日は結婚日だな。さ、体が冷えちまうぞ。冷蔵庫の中を漁るな、現金って書いてあるよ。追伸なんだろうな、読めないな。日頃何食べていいって言われてるの？勉強しようかな。店外は出れる。誰が出歩いていいって言った？ダメだよね。
この曇りの日に勉強したら効率がいいのかを調べたい。社会出たら勉強する時間なんかねえんだ。今のうちにせいぜい勉強しとけ。どうする？もう勉強して過ごそう。戸締まり頼んだぞ。じゃ俺は帰るぞ。曇りが勉強の効率がいいのかみたい。あのさ、うん、この前テレビで、いや勉強の邪魔だな、我が輩おとなしくする、普通っぽいの、なんか見とこに。霧がいいところまで来たな。メガネの奥に知性の光なんてな。普通っぽいな。さてと、あまり根を詰めても疲れるだけだ。今日はこのくらいにしても寝ようぜ。雨の日だけっぽいね、集中できるのは。雨の音がいいんかな。はい、結婚日4月23日、テイクなんちゃら。今日は座れなかった。最近休日どこも行ってないな、どこも行ってないな。ショッピングとか化粧めんどくて結局ゴロ寝しちゃうんだよね。あー、休みの日にショッピングのためにわざわざ化粧するのがね。そうそう、わかる。私なんて通販様々だし、特に日曜のテレビショッピングが最強。おう、それ私も見てる。風邪の時とマスクとか便利グッズもあって超使えるよね。明日もテレビチェックしとかなきゃ。なるほど、人気だからそのうちに、その日のうちに電話しないとすぐ売り切れちゃうし。電話の通販なんだ。もう全然そういうの見てないな。予告じゃ。朝来たら貼ってあったってよ。すごいいっぱい作ってるじゃん。色欲のクソ野郎、鴨志田すぐる殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答団より。明日って見るの今日だったら今日なんじゃないの。あいつ、え、なに不満だった？なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。あ、微妙なんだ。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。あー、そうな。私は割と簡潔でいいと思ったけどね。あのマークもいまいちなんだよな。あのね、文句を言っていいのはね、やるって言った人なんだよね。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の回答団って何者？盛り上がってんだし、よくね？心の回答団か。誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。やったぜ。相当聞いてるな。大丈夫、わしら呼び出されない。貴様か、こら、うん、貴様か。わしらが一番最初に疑われるよね。お前らか。何のこと？とぼけるつもりか。だってわかんないし。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。お、来いよ、取れるもんなら取ってみろ。お、うわあ。大変、せっかくゼロにしたのに。あ、鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。やった。ていうか今気づいたんだけど、あのカードの置き方鴨志田なんだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。二度起こせないんだ。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。なんかゲームオーバーになった時にどうなるのか気になる。ターゲットに予告状を出しました。パレスに侵入しお宝を奪いに行きましょう。
学校は？だってリアル時間はかかってるんだよね。学校は行かないのか。大変だな。勝負だぜ。放課後まで頑張ってたわ。え？それし、うん。多分授業受けたってことだよね。さてと。行くぞ。油断するなよ。行くぜ。もうビカビカじゃん。待って、これ飛んでもいいんじゃない？王の間の空き部屋に行って、ちなみにさ、SP、あ、回復してるっぽいな。よかった。相談する。そうだな。BGM いいね。話がしたい。何の話をするんだ？進行状況は？実は俺、昨日はあんま寝られなくてよ。うん、私もいろいろ考えちゃって。大丈夫なのかよ。でも気合は超入ってるよ。今日のために頑張ってきたんだもん。絶対に成功させにゃっきゃにゃきゃ。司法のためにも私たちのためにも。どうだ、まだ他に相談するか。アレンジなんだね、 BGM ね。うん、まだいけるよ。みんなも大丈夫だよね。だよし、行こっか。よし、行こっか。今日の目的はお宝だけだ。絶対に奪い取るぞ。ちなみに宝状況とかはよくわかんないけど、多分さすがになんか見逃したとかはなさそうと思うので、言ってないところはあるけど、大丈夫なんじゃない。あー、1階のあそこ気になるっちゃ気になるね。言ってない。まあいい、行くない？いいでしょう。大丈夫です。行きます。ん？あ、こっち？あ、ここだ。行き。なんかそれドキドキしてる。行くぜ。おいおい。扉は開いてるし、兵士はいねえし、どうなってるんだ？他に警備を回してここは手薄になったのかもしれん。だがお宝さえ奪えば我々の勝ちだ。このまま進むぞ。あれなんだ、またいでる感じになってるんだ。まただけ。玉座の後ろには何もない。盗む、そんな簡単に盗めるかな。私的にはちゃんとボスがいてなんかしそうだけどね。おお、具現化してる王冠か。おっしゃー、お宝出現。すーか、でかね。しかもハート付き。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。モルガナはこれを手に入れたらどうなるの、あなた自身は。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの。鴨志田の欲望なんでしょ。お宝。大丈夫、モナモナ。つーか、猫が不自然にテンション高え。ねえ、どうしたの、なんか。にゃー。え、にゃーふー。また旅じゃない。にゃ、にゃ、にゃいい加減にしろ、クソ猫。ジンゴ話せなくなってるじゃん。いや、なんだ、レディーの前でみっともない姿を。ああ、なんだ、なんか、なんかあったんかと思った。完全にキャラ変わってたし、一体何なの。自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。モルガナは何なんだろうね。それって、我が輩が人間ってことだよな。わかんない。知らねえよ。少なくとも人間にある私たちはそうのはなってないしね。とにかく、お前ら、運べ。運ぶ？命令ばっかしやがって。けど、思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。ねえ、帰るまでが遠足だからね。これ持って帰っちゃえば、バレスが消えるんだよね。それで、鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。せーの。重いんだ。こんなにうまくいくとはな。
結果的にペルソナ使いが3人もね。なんかもう終わったみたいな雰囲気出してるけど気をつけてね。我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ、モルガナとの関係が深まるのを感じる今。ああ、魔術師のランクがアップ。よし。よし。